皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではときメモ GS セカンドやっていきます。現在のパラメーターはこんな感じです。魅力だけ低いです。頑張ります。ん？あれ、ハンカチ忘れちゃったみたい。困ったな。あれ、これ佐伯くんルートの入学式で見たことあるな。何か探してるんですか？うん、ハンカチを。あ、うん、実はハンカチを忘れたみたいで。そうですか、よければどうぞ。私のハンカチですけど。え、いいの？ありがとう。あ、かわいいハンカチ、クマさんの刺繍だ。どうしました？ハンカチを見ていても手は拭けませんよ。ああ、そうだよね。それはそうなんだけど、いいの？使っても。私の分ならご心配なく。ハンカチはいつも予備を持ち歩いていますから。そうなんだ。出かける前にカバンの中を点検するのを習慣にしているんです。それはいい習慣だね。そっか、偉いんだ。私も見習わなくちゃ。あなたは？私は小野田千代美です。あなたは？千代美ちゃんね。私は黒宮ユリア。私黒宮ユリア。このハンカチ洗って返すね。気にしないでいいですよ。それより忘れ物をしないように気をつけてくださいね。うん。では失礼します。うん、またね。小野田さんか、すごく真面目そう。でもちっちゃくて可愛いかも。というか内容が全く同じだった。違うといえば人がいるかいないか、そして制服が夏服だったこと、それ以外は全く同じ。芝君に電話しよう。芝です。ああ、芝君、黒宮ユリアだけど。ああ。もしもし？用事があってかけてきたんだろ。早くしろ。うん。うん。あれ？この感じで行くとさ、浴衣買いに行く時間ないじゃん。うわ、やらかした。どうしよう。それか、海、遊園地、どっちか諦めるか。やだな、それ。浴衣を諦めるか。ちょっと先なんだけど、8月6日。臨海地区の花火大会に行こう。8月6日の花火大会に行かない？暇だから付き合う。やったー。本当？じゃあ8月6日に羽ばたき駅で待ってるね。わかった。よかった。早く8月6日が来ないかな。芝君に電話しよう。芝です。ああ、芝君、黒宮ユリアだけど。ああ。もしもし。もしもし？用事があってかけてきたんだろ。早くしろ。うん。うん。来週、臨海地区の海に行こう。来週、海へ泳ぎに行かない？暇だから付き合う。やった。本当？じゃあ来週、羽ばたき駅で待ってるね。わかった。よかった。早く来週が来ないかな。今日は芝君とデートです。水着はこのすく水ではなく、こっち。スポーティー、この胸元にあるの何なんだろう。飾りかな。芝君まだ来てないみたい。待たせた。そんなに待ってないよ。あ、でも私も今来たところだから。ならいいか。うん、うん。じゃあ
着替えたらまたここで。うん。うん。おお。どうした？おお。なんか柴くんが水着着ると鍛えてる感が伝わってくる。何？柴くん。もしかして変？違う。変じゃない。全然。そう？わあ、照れてる。照れてるのかな。よかった、気に入ってくれて。人だらけ。見てるだけで暑い。そうだね。柴くん、もしかしてちょっと疲れてる？とりあえず泳ごう。海の家に行きたいな。ハラさんの下でお昼寝しよう。そうだな。どれがいいんだ？柴くん寝るの好きみたいだし、これもいいけど、スポーツマンだし、こっちかな。とりあえず泳ごう。そうだな。なんなら遠泳でもしてみるか。遠泳ですか。結構ハードなところ行きますね。やったね、バッチリ好印象。うん、たまにはいいかもな、こういうの。そう？じゃあ。うん、またね。今日は柴くんと花火大会デートに行きます。浴衣がないので洋服に着替えます。スポーティー、アクセサリーってつけた方がいいのかな。心配だからつけていこう。ちょっと待ち合わせに遅れちゃったかな。柴くんは、あ、いた。ごめんね、待った？浴衣だ。ごめんね、私普通の洋服で着ちゃって。来年は必ず浴衣着るから。でも柴くん、和服すっごい似合う。ごめんね。その服、何？やっぱり浴衣の方が良かった？え、何か変？そんなこと一言も言ってないだろ。あ、うん、そうだよね。気に入ってくれたのかな。よかった。わ、縁日だ。花火の前に寄っていくか。うん。離れるなよ。うん。こんな場所で迷ったら二度と会えない。え、そんなことはないでしょう。というか柴くんは身長が高いからすぐに見つけられるよ。うん、わかった。せっかくだし、なんか食うか。いいね、私たこ焼き食べたい。うん、リンゴ飴食べたい。リンゴ飴か、食べづらいんだよね。よし、じゃあ、あの店だ。うん、行こう。あのお店の美味しいの？いや、わかるわけないじゃん。リンゴ飴を売ってる店の中で一番混んでる。うまいに決まってる。なるほど、頭いいね。ん？そろそろ花火始まりそうだ。じゃあ見に行こう。今の一尺玉、一番派手だった。そうだね。夜空は花火のキャンバスだね。音がうるさかったね。花火の中ってどうなってるのかな。そうだな、柴くんはロマンチストだからこれがいいんじゃないかな。夜空は花火のキャンバスだね。なるほどな。かなり臭いけど、いい表現だ。でしょ。やったね、バッチリ好印象。来た。服を引っ張ってみる。手を伸ばしてみる。見つめてみる。手伸ばしちゃおう。手を伸ばしてみる。何のつもりだ？え、あー、手をつなぎたいなと思ったんだけど、まだちょっと早かったね。ごめんね。う、睨まれちゃった。うん。
まにはいいかもな、こういうの。本当？じゃあ今度は遊園地に行こう。じゃあ。うん、またね。芝くんに電話しよう。芝です。ああ、芝くん、黒宮ユリアだけど。ああ。もしもし。もしもし。用事があってかけてきたんだろ、早くしろ。うん、うん。あ、来週部活か。そして明日から合宿じゃん。再来週、羽ばたき山の遊園地に行こう。再来週遊園地へ遊びに行かない？暇だから付き合う。やった。本当？じゃあ再来週バス停で待ってるね。わかった。よかった。早く再来週が来ないかな。今日から夏合宿、よし頑張るぞ。今日は私が食事当番だ。何を作ろうかな。これって今回も姫子さんが来るのかな。やっぱりそうだ。ごきげんよう。まあ、今日の食事当番はデイジーだったのね。はい。あ、姫子先輩、先輩も合宿ですか？ええ、私のカメリアクラブも夏合宿をしているの。そうなんですか。誠の乙女になるためのとても厳しい合宿。そう、食事を用意する暇もないほどに。食べた方がいいですよ、倒れちゃいますよ。はあ、そうなんですか。そんなこんなで今日のメニューは何かしら。そうですね、確か気配り高かったから一番下が作れるんじゃないかな。プーパッポンカリーです。はい、思い切ってプーパッポンカリーに挑戦します。難しそうなお料理ね。期待して待っちゃおっと。待っててください。ブラボーデイジー、スパイスと素材のハーモニーがなんだかとってもワンダフォー。ありがとうございます。おかわりしちゃおっかな。どうぞ、たくさん作ったので。うん、頑張って作ってよかった。今日は合宿練習の最終日。充実した合宿になったみたい。さ、家に帰ろ。あれ、なんだろう、何か落ちてる。これは黒宮ユリアは野球部マネージャー伝統のアイテム、気合のホイッスルを手に入れた。おお、今度の部活で不幸。今日は芝くんとデートです。洋服はこのままで、アクセサリーは外しましょう。あ、日比谷くん、芝くんまだ来てないみたい。待たせた。そんなに待ってないよ。あー、でも私も今来たところだから。ならいいか。うん、うん。その服。何？え、何か変？そんなこと一言も言ってないだろ。そうだね、気に入ってくれたのかな。よかった。フリーパスにするか。え、そんなのあるの？じゃあ行こう。うん、芝くん遊園地好きなんだ。で、どうする？そうだな、ジェットコースターがいいな。ああ、そうするか。うん。あ、荷物ちゃんと預けとけよ。うん。あ、うん。お、なんか楽しそう。無表情。
なんか一瞬だったな。お前どうだった？最高だった。怖くて腰抜けちゃった。拍子抜けだったね。最高、もう一回乗ろうよ。これだ。最高、もう一回乗ろうよ。オッケー、お前がこれいけるやつでよかった。お、芝くんジェットコースター好きなんだ。やったね、バッチリ好印象。ナイトパレードか。お前見たいんじゃないか。うん、見たい。うん、見たいな。じゃあ見に行くか。うん、いい場所まだあればいいけど。じゃあ急ごう。イルミネーションがすごいな。そうだね、宝石箱から出てきたみたい。いつまでも見ていたいな。一緒に踊ろう。絶対踊らないよ。一番上だ。宝石箱から出てきたみたい。ああ、キラキラしてて綺麗だ。そうだね。やったね、バッチリ好印象。うん、たまにはいいかもな、こういうの。本当？じゃあ。うん、またね。はあ、科学って難しい。わかる。つまり液晶というのはある角度から見ると粒子が一方向に揃っている物質の状態を。あ、違う内容の授業してる。ややこしいな。ちなみにイカから取れる液晶はコレスティック液晶といって、これはテレビではなくて寒暖計など。こんなの授業で習ってたっけ？忘れてるだけかな。ちょっと眠くなってきちゃった。寝ちゃう？はい。はい。先生の話は聞いてくれてましたか？え、ああ、はい、もちろんですよ。あの、はい。じゃあ、先生が一番好きなイカはズバリ何でしょう？え、一番好きなイカ？ホタルイカとかですか？え、あの、ヒント、炙って食べるととても美味しい。あ、もしかしてスルメイカですか？スルメイカですか？ピンポン、やりますね。今回は先生の負けです。俺に勝ち負け関係ないと思うんですけど。勝ったんだ。すっごい分かりやすいヒントもらって答えただけなのにこんなに驚かれるなんて。バイトを申し込みたいと思います。今回は花屋アンネリーです。はい、花屋アンネリーです。アンネリーだっけ？アルバイト募集のメールを見てお電話させていただいたんですが。じゃあ毎週火曜日と木曜日に働きに来てもらえる？はい、はい、よろしくお願いします。では次回から来てください。それじゃよろしく頼むわね。はい。毎週火曜日と木曜日は花屋でアルバイト。よし、頑張るぞ。おお、バイトの初日は緊張するな。そうだね。おお、ここも変わってないな。いらっしゃいませ。え、何をお探しですか？え、バイト先で男の子に出会ったんだけど。あ、そういえばゆうくんから評価を聞いたとき一枠だけ空いてたな。もしかしてそれがこの子なのかな。え、おお。予算を教えていただければそれに合わせたブーケもお作りしますよ。あの、私お客じゃないです。優しそう、めっちゃいい人そう。この子も羽学なのかな。え、あの、予算足りないようだったら勉強するんで遠慮なく言ってください。勉強するんだ。あ、ありがとうございます。じゃなくて違うんです。え、違うって？今日から新しく入りました黒宮ゆりやです。よろしくお願いします。
まさきくん。まさきくんって言うんだ。アリサ、どうした？しほちゃん、うわめっちゃ大人っぽくなってる。というかずっとここでバイトしてたんだ。あの右の女性はですね、アリサはしほちゃんといってファーストに登場した女の子です。ちなみに攻略することができます。ファーストから4年後の世界だから20歳くらいかな。アリサって呼び捨てにしたよね。もしかしてこの子同い年じゃなくて年上なの？さっきの店長の話ちゃんと聞いてた？彼女お客さんじゃなくてアルバイトの。黒宮ゆりやです。今日から入るって言ってた。はい。もう仕方のない人ね。ごめんなさい、ちゃんと連絡が行き届いていなくて。いえ、そんな。私黒宮ゆりやです。アリサはしほです。今日からよろしくね。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。しばらくは彼にまさきくんについて仕事を覚えてね。ちょっと頼りないと思うけど。はい、でもしほちゃんからも教わりたいです。そんな紹介の仕方ってありですか？お客様、それじゃあまた後で。はい、ご紹介に預かりました、まさき元春です。何か？あ、ごめんな、制服懐かしいなと思ってさ。俺、羽ヶ崎学園の卒業生だから。あ、そうだったんだ。そうなんですか？ちょうど入れ違いか。まあその話は置いといて。入れ違いってことはもしかして今は大学1年生なのかな。とりあえず花屋の仕事って楽じゃないから、それだけは頭に入れとけな。はいはい、よろしくお願いします。お、いい返事だ。期待してるから頑張れよ。はい。まさき先輩か、頼りになりそうな人だな。というか、しほちゃんの登場にびっくりしちゃった。ファーストに出た他の女の子も出てきたりするのかな。よし、バイト頑張るぞ。うわー、なにこれ、なんか変なの生まれた。あ、はい。あ、初子さん、どうしたの？今日誕生日だろ。おめでとう。ありがとう。誕生日ってことすっかり忘れてたわ。もしかしてプレゼント？ああ、ありがとう。わあ、嬉しい。プレゼント何くれたのかな。おしゃれなバッグだ。わあ、嬉しい。わあ、かわいい。達子さんってセンスいいな。嬉しい。足場くんからはないか。わあ、すごいな。あ、芝くんだ。一緒に帰ろう。芝くん、何か言いたいことでもあるのか。一緒に帰ろう。一緒に帰らないかなって思って。いいけど、あの時のことに関しては苦情は受け付けないぞ。あの時のことってもしかしてキスのこと？苦情なんて言わないよ。というか中黄色のシャツ着てるんだね。あの時のこと？考えすぎか。いい、そのまま忘れてろ。ううん、忘れない。あ、思い出した？余計なこと言ったみたいだな。ボケツホだな。照れてる。とりあえず歩くぞ。行こう。海辺の灯台の伝説って知ってるか？何？どんな伝説？あの灯台の下で
人間の王子が人魚の姫と再会を誓った。その伝説なら知ってる。その王子と姫が結ばれたかどうかは次回のお楽しみだそうだ。次回のお楽しみって何？紙芝居？あれ、その話どこかで聞いたことがあるような。あ、今日は野球部の練習試合の日。相手は高知高校。やったーやった、羽ヶ崎学園快勝。芝君に電話しよう。芝です。ああ、芝君、黒宮ゆりやだけど。ああ、もしもし。用事があってかけてきたんだろ、早くしろ。うんうん、来週、さてどこ行こう。そういえば動物好きって言ってたな。動物園行こうかな。羽ばたき山の動物園に行こう。来週動物園に行かない？暇だから付き合う。やった、本当？じゃあ来週バス停で待ってるね。わかった。よかった、早く来週が来ないかな。というところで。